片梨の巫女は古来より人間を脅かしてきた異形の存在荒魂を御刀によって払う神凪の巫女たちを主人公としたオリジナルアニメ作品。監督は青木鋼のアルペジオ。アルスノは TV シリーズ劇場版で助監督を務めた柿本光大さん。シリーズ構成がアイドルマスターシンデレラガールズシリーズで構成脚本を務めた高橋達也さん。キャラクター原案は艦隊コレクションの台話や武蔵などを手掛けた静間義則さんで、制作は結城優菜は勇者である、金色モザイク、サキ全国編のスタジオ5組。アーリアル女子中高生タイムズ日本刀のオリジナルアニメ片梨の巫女が始動。監督は柿本光大。アーリアル2018年冬アニメ。今回4月6日金曜日より順次放送の第13話時代の英雄のあらすじ先行場面カットと未放送予告動画とじ横。第13話時代の英雄表バージョンが公開となったのでご紹介しよう。またスマホゲーム片梨の巫女刻み師一線の逃避公式サイト http とじのみこともしび JP では予告動画の別バージョンとじ横第13話時代の英雄裏バージョンが4月6日金曜日に公開予定。こちらも合わせてチェックしてほしい。第13話時代の英雄あらすじ継承略。スタッフ脚本高橋達也。絵コンテ演出篠田優多義津姫が切り離した自身の一部を関東一円に飛び散らせた鎌倉特別危険廃棄物漏出問題から4ヶ月。関東では荒魂事件が頻発。事態を収束させるため鎌人たちは鎌倉を本部とする最前線で御刀を振り続けていた。放送情報。片梨の巫女東京 MX 毎週金曜25:05 MBS 毎週金曜26:55 BS11 毎週日曜25:0 AtX 毎週金曜21:30リピート放送毎週日曜22:00から毎週月曜13:30から毎週水曜29:30